広瀬静幸広瀬静幸から1930年10月21日は日本の実業家、漁業経営者、政治家、衆議院議員、腰中国井水郡矢蓋村で、祖宝家、広瀬義太郎の長男として生まれる。小学校を卒業し、金沢で漢学を、東京で全学、語学を学んだ。1885年頃、 東京の浅野総一郎が経営する秋田の鉱山で支配人に就任。日清戦争後、浅野らと台湾で事業を展開し、台北伝統取締役、台北米国市場理事などを務めた。1910年、秘密に三両組を設立して、漁業経営を行った。その他、光貼り製造取締役、日本電気工業取締役、東方講師取締役、 カラフト炭鉱取締役などを歴任した。1912年5月、第11回衆議院議員総選挙で、富山県軍部から立憲政友会所属で出馬して当選したが、1913年2月17日、大審院で衆議院議員選挙法違反事件の上告が棄却され、有罪が確定したため議員を退職した。その後、第13回、 第14回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算3期務め、水産事業の開発に尽力した。一時、声優本党に属したが、立憲声優会協議員を務め、党と山県支部長を在任中に死去した。ありがとうございます。